まあ、プロテスト自体はそんなに難しくないと思いますね。まあ、受ければ大体の人は、合格しますんで、ね、プロボクサーのライセンスは交付されますから、ね。まあ、内容としてはね、まず筆記試験があって、で、その後2ラウンドスパーリングがあるわけなんですけど、まあ、そんなに、ね、筆記試験も難しい問題が出てくるわけでもないし、プロボクサーだったら分かるような問題が出てくるんで、そんなに難しくないし、それにまあスパーリングもね、まあ、ちゃんと、ね、ガードできるのか、で、ワンツーが打てるか、で、まっすぐのパンチができるか、で、それさえできれば、まあ、大体の人は合格するんで、まあ、プロテスト自体は、難しくないかなと思います。まあ、私はですね、まあ、2019年の6月ですね、に、まあ、その当時ね、まあ、千葉県のランドジムにいましたんで、まあ、後楽園の方でね、で、プロテストを受けまして、まあ、最初に、まあ、体重測って、まあ、計量して、で、あ、じゃあ何級ですね、何キロですね、あなた何級ですみたいなこと言われて、で、その後、すぐ筆記試験始めますって言って、筆記試験バーってやって、で、じゃあ終わった人からアップしてくださいって言って、まあ、後楽園ホールのそのリングの方に移動して、で、アップして、で、じゃあ、その、なんつうかな、体重測定の後に、なんか番号札をね、もらうんだよね。じゃあ、その、今から呼ぶ番号の人は、こう順番に並んでってくださいって言われて、で、1番、5番、10何番、20何番って、こんな感じで、こう、順々にこう並んでって、じゃあ目の前の人がスパーリング相手です。はい、じゃあ握手してください、つって、お願いします、つって。で、その時に初めて自分がスパーリングする相手を、まあ見るということなんですね。まあ、2019年なんで、コロナ前だったんで、ちょっとね、まあ今とは違うかもしれないですけど、まあ私のプロテストを受けた時は、そんな感じでしたね。まあ、アップしたり、準備したりして、じゃあ、その、今回は軽い階級からやっていきますっていうことで、まあ軽い階級の選手からやっていくんですけど、まあそれがね、逆になる時もあるみたいですね。重たい順からやってくる場合も、あるらしいです。で、ちなみになんですけど、私の時は、女子の選手がいたんで、一番最初に女子の選手がやって、で、その後に、B 級のね、要はアマチュアで実績ある選手もプロテスト受けに来たんで、まあその次はその要は B 級の選手たちが、まあ、スパーリングをするわけなんですよね。で、その最後に、まあ、C 級の選手たちがスパーリングするということで。まあ、私の時はね、B 級はね、3人か4人ぐらいいまして、あんまりね、知ってる選手いなかったんですけど、一人だけね、カドエビ宝石だったかなか、どっかの、そのミドル級のね、酒井選手。あの人が B 級で、私の時は受けてましたね。やっぱね、うまいなと思ってましたけど、ただあの時ね、タイソン・コウキ選手がスパーリング相手だったんですよ。で、もうタイソン・コウキ選手の方が、もうちょっと上手すぎて、なんかあんまり、こう、まあ、酒井選手も上手かったけど、それよりも、タイソン・コウキすげえなっていう、あ、やっぱこれが東洋チャンピオンなんだなっていう、なんかそういうスパーリングをしていたのがすごい、ね、鮮明に覚えてますね。で、その後こう、C 級の選手たちがどんどんこうスパーリングしてて、で、いざ、自分の番の1個前の時かな ?1 個前の時に、まあ、グローブ渡されて、で、まあ、自分で持ってきたヘッドギアとノンファルカップつけて、で、スパーリング2ラウンドやってっていうことで。で、私の時はね、対戦相手がカドエビ宝石の、石上十代っていう選手。まあ、この選手、確か3戦3敗ぐらいの選手で、私とね、戦績が全く一緒なんですけど、私もね、結局、まあ、プロで3戦3敗なんですけど、もう全く一緒だったんですけど、もうほとんど同じようなレベルで、まあ、スパーリングして、まあ、とりあえず、まあ、終わったっていう感じで。まあ、合格発表は、次の日でしたね、私は。まあ、そのスパーリングの、なんか、その時によるらしいんですけど、その日にね、結果が出る場合もあるんですけど、私は翌日のお昼ぐらいに、結果が出て、でもお昼ぐらいですか、まあ、お昼休みに携帯でね、確認したら結果が出てたんで、ああ、合格したよかったと思って、まあ、そんな感じでしたね。まあ、ボクシングの、プロテスト、まあ、個人的に思うのは、なんかその剣道とか柔道とかの段位認定試験にと同じような感じなんじゃないかなと思いますね。落とすような、そんな試験ではないというか。やっぱ本当基本的なことができないと落ちる。まあ、ボクシングで言ったら、やっぱ攻撃とディフェンス、それからスタミナ。この3つ。もうスタミナないやつはもう論外ですよね。たった2ラウンドのスパーリングでね、もうヘナヘナになってるのは、これはまあ落ちますわ。で、それから、まあ、攻撃ね。やっぱちゃんとワンツー打てない。ね、もう大振りになっちゃう人は、まあ、これ落ちる可能性が結構高い。で、ディフェンスね。バカすかね。まあ、スパーリングっつったってこれ14オンスのグローブ、ヘッドギアですから、これでね、バカすかもらってるようではちょっと、ね、危ないということで。まあ、そんな感じなんでね。だから基本的な動作ができれば大体の人はプロテスト合格できるんじゃないかなと思います。
まあ、一昔前はね、結構プロテスト合格するの難しかったらしいんですけど、今はね、もう 70%、80% の合格率なんで、まあ、誰でも合格できるんじゃないかなと思います。ただね、やっぱりまあその剣道とか柔道とかの段位認定試験と似ているといった要因ではあるんですけれども、やっぱりそこに至るまでの過程っていうのが、すごく難しい。じゃあ例えば未経験で、じゃあ剣道初段取りたいですっつって、思った時に、もう毎日やっぱ道場に行って練習しないといけないじゃないですか。家では練習できないじゃないですか。まあ、素振りぐらいはできるけど、やっぱ対戦相手がいて、で、教えてくれる人がいて、で、まあ道着も買ってとか、で、柔道着買ってとか、いろいろやんないと上手くならないじゃないですか。柔道もそうですよね。柔道着買って、で、練習相手がいて、こうやって基礎練習みたいなのやって、で、投げるとかは、いろんな数技をこう覚えたりしてしなきゃいけないじゃん。そうなった時に、まあサラリーマンだったら、まあ仕事があるじゃないですか。仕事終わりに道場行けるかどうか。ね。これボクシングも一緒で、仕事終わりに、すごく大変なね、まあボクシングのジム、練習に行けるかどうか。これが、もうこれにかかってんじゃないかなと思いますね。で柔道とか剣道、初段って言ったらさ、まあちゃんとやれる人だったら多分合格できると思うんですよ。ね。2段とか3段になってくると結構難しくなると思うんですけれども、まあ初段とかだったら、まあ結構な中学生とかでもね、合格したりするんで、まあちょっとね、これは剣道界隈、柔道界隈の人には、ちょっともしかしたらそんなことねえよって言われるかもしれないですけど、ただ、やっぱそういうことなんですよね。なんか、で、それはやっぱボクシングも一緒で、プロボクサーぐらい、まあはっきり言って、1、2年あれば誰でもなれる。ただ、本当になりたいかどうか、本当にその練習をやれるのかどうか、仕事しました。ね、終わりました。疲れてます。もうヘロヘロです。ストレスもかかってます。ね、仕事ストレスかかるよね。で、練習いけるかどうか。ね、7時から9時まで練習できるのかどうか。で、じゃあ仕事します。で、残業あります。ね、仕事は9時に終わりました。ね、ジム行けないよね。そういう職場ではもうまず、プロボクサーにはなれないと思うし。じゃあ夜勤がある。じゃあ練習できない。ね、朝ね、ジムが空いてれば練習できるけど、ね、空いてないジムも結構多いから、そうすると、やっぱプロには、なれないよね。本当に、やっぱそういう練習できる環境を作る。ね。それがやっぱり大事なんじゃないかなと思いますね。それからあとやっぱいろいろ誘惑ありますよね。ね。いろいろ、なんかね、遊びたいとか、ね、彼女がいるとかね。いろいろあるじゃないですか。やりたいこと、自分でね。やりたいことがいろいろあって、そんな練習してる暇ない。ね。そうするとやっぱり無理ですよね。やっぱその継続するっていうことが継続してね、仕事終わりにもうジム行く。ね。2時間ジム練習する。もうこれが、この継続ができないと、やっぱり、プロテストまでは行き着かないのかなと思いますね。で、まあ結論なんですけど、プロテスト自体はすごく簡単。だけど、そこに至るまでの道のりっていうのはすごく、ね、大変。まあということでね、まあこれから、まあボクシング、プロボクサー目指す人っていうのは、もう本当に、やっぱ何かを得るには何かを失わなきゃいけないから、ね、ボクシングになる、プロボクサーになる、ね、練習時間を得る。で、そのためにその2時間、3時間、ね、失うわけですから。何かを捨てないと何かを得られないっていうのは、それはもう本当のことなんで。だから、何かを捨てる覚悟で、プロボクサーになる。まあそういう心構えでいけば、間違いなくプロになれるんじゃないかなと、思いますね。はい。ということで、本日の動画以上になります。ぜひ、プロボクサー、人数かなり減ってるみたいなんで、コロナ禍でね、ちょっと回復してるらしいんですけど、それでもやっぱりまだまだ、プロの数、全盛期に比べれば減ってると思うんで、ぜひね、一人でも多くの人がプロボクサーになれれば、ボクシング界隈がね、盛り上がれれば、面白いと思います。ぜひ頑張ってください。それじゃあ。